半間陽先生です。私は大学の先生の資格を持っておりまして、電気科を卒業しております。神奈川工科大電気科を卒業しまして、一番、優秀な学生を指導する大学の先生の資格を持っておりまして卒業しております。それでね、今僕は取締役やっていた IBM のね、社員からちょっと伺ったんですけども、テレパシーですけどね、AQ エネルギーというのでですね、こうやってるというちょっと伺ったのね。磁石と強力なネオジウム磁石でね、永久回転させてるんですよ。それは成功してるんだけど、その原理はね、こう回転盤に2つずらしながらね、マグネットをつけるだけじゃダメなんですよ。実際はくっついたらマグネット磁石は離れる、バックするんですね。それでまた上行って、離れたら上行ってくっつく、こういうマグネットがこうへこばないといけないんです。この細工をしないといけないんですね。わかります？YouTube の方で出てる永久エネルギーのマグネット法、あれは間違いがあるんですね。で、実際は放映してません。ね。原理を全部 やっぱり隠しています。永久エネルギーのネオジウム磁石を使うのは、強力な磁石を使うのは合ってます。IBM の研究所からね、教わったんで、また IBM に勤めてたんでね。ただ聞いたらね、テレビで聞いたらね、ずらして回転盤につけるんですよ、両面にね。それで、反動、重みのあるやつ、円盤にね。で、重くないとダメです、当然ね。力がたまんないから。力たまっていかないからね、回転。その時にうまくね、引かれるでしょ。そしたら、マグネットが内側に引っ込むんですよ。わかります？引っ込むんですよ。だけど、引っ込む時に離す力があるから、同じか。同じじゃないだろう、それ。IBM のチャイニーズとか。引っ込ませたらそれだけエネルギーかかるでしょ？強いんだから。ちょっとわかんないね。ダメですよ、それはね。それはちょっと。ただ、僕はもう返し返ってね、シールドかけるの、上にね。だけど、磁気のシールドかけるのに、アルミ板でもあんまりかけたって、くっつかない磁石でね、シールドかけるの。くっついたらシールドかけてということですね。シールドはどうやってかけるんだ？これがね、あれでもあるでしょ？超伝導じゃないけども。CG で作ってる、無重力化。無重力化の装置、宇宙船円盤ね、CG で作ってる、それと同じ原理ですね。ああ、そういうことね。そういうことですよ。それでできてんじゃないかな。引っ込めるには力が磁石だから、くっついちゃって、近づいちゃったら離れない。だからどうしてるかというと、くっついたら、昔の一眼レフのシャッターバルブじゃないけどね、バルブがあったらこう、カーテンが、これ高速で、開けて閉めるんだよね。これがシャッタースピードだったね。これと同じように、
時期を遮断させるね、ところを作っておけばいいわけですね。だけどそんなことできるかな。エネルギー使わないで、ほとんど使わないですね。遮断できるもんなの？アルミだとくっつかないから遮断性ある？実験してきたんだけど、少しは違うんだよね。間にアルミニウム、ね、あの1円玉を置いてみると、少しは磁気が減るんだよね。ネオジウムの磁石はね、ここに、こう、僕は買ってあるんだけど、ちっちゃいのをね。で、これ2つね、2つ、ね、1ミリかけて3ミリね。これネオジウム磁石なんだけど、強力ですね、これ。ものすごく強力ですね、これでね。これの中にアルミ置いたら少しはシードなんだよね。で、そこに引いたり外したりすることをするわけですよ。で、ボールベアリングみたいにローラーにしてね、やんないと重みがかかって引っ張られてますからね。そこで摩擦ないようにして、ね、シードさせるんですよ。買ったけど、150個僕ネオジウムの磁石買ってみたんだけど、さっきアマゾンでね、お見せしたけど、難しいなぁ。あれ本当に売ってるんだけど、値段で150万、200万以下ぐらいで売ったんだよね。3キロワットぐらい。買ってみてどうですか？詐欺だったなんてないだろうね。ね、150万ぐらい。そのうちやったら買ってみたらいいよ。どうもありがとうございます。